どうもここんんんにちはこんばんはばチチャャンンネネルル登録者数1万万人を目指す朗読チャンネルの1万ですえす、ー、今回はですね久しぶりに新作を読むことができましたチャンネルの収益化が止まってしまってからこう映像の方をねいろんなたあやってみようかなとかこうやってみようかなっていうのをこういろんな工夫をしていてこう音声の方というか、まあ、このチャンネルでは音声の方がメインではあるんですけど その音声の方の新しいものを出していくってことがなかなか難しかったんで、いや、久しぶりに読むことができて、感無量と言いますかね、良、えー、かったなと思っております。はい、で、その作品、どなたの作品かというと、甲、えー、賀三郎氏の作品ですね。甲、えー、賀三郎氏は1893年生まれ、1945年没ということで。 甲、えー、賀三郎氏の作品はですねこのチャンネルでもかなり初期から取り扱っておりまして「えー、罠にかかった人」ですとか「急行13時間」ですとか「と偽札事件」とかですね、えー、それがかなり、えー、初期の方に読ませていただいて面白いし分かりやすいなと思って、えー、ずっと長い間読ませていただいた作家さんです。 で今回はですね、青空文庫ではなくて、こちら、甲、え、賀、ー、三郎探偵小説選3から、えー、読んでいきたいと思っております。えー、タイトルはですね、傍聴席の女というものになります。でこちら、シリーズの中の一つの作品でですね、まあ、どんなシリーズかというと、あの手塚竜太という弁護士が登場するシリーズなんですね。 この手塚隆太という弁護士はあのーまあ、弁護士って聞くとなんかこう正,理正義の法律家みたいなイメージを持つかもしれないんですけどこの手塚隆太弁護士はその法の力を使ってちょっとその悪いことした人法を犯した人とかのところに自分の利益のためにこう、ね、突っ込んでいくっていう、まあ、ちょっとダークヒーロー的なところがある弁護士なんですよね。 だ僕割と悪役やるのも好きだったりするのでかなり楽しんであの演じさせていただいているキャラクターなんですけれども今回はですね「傍聴席の女」というタイトルにもあるように舞台が裁判所になっておりますさあこの中でねえ手塚龍太弁護士どのような役回りを演じるのかっていうのをちょっと楽しみに聞いていただければと思いますそれでは本編をどうぞ 高賀三郎傍聴席の女1あの時の法廷に起こった劇的シーンは到底忘れることができない私のような法廷に縁の遠いもので私は田内義之助といって雑貨商を営んでいる 裁判所の門をくぐったことといえば、このときに陪審員として1回、ほかには証人として1回、興味のために1、2度傍聴をしたくらいに過ぎないものは、むろん、生涯に2度とああした劇的裁判を経験することのないのは分かりきっているが、裁判官、検事、弁護士のような職にある人で、一生のうちに何十度、何百度と法廷に現れる人でも、 おそらくああいう場面には二度とは出っくわさないだろうと思うこのことは私の一人決めではなくあの時の法廷のありさまはいまだに専門家の間に話題に上がってケウの出来事とせられているさてその事件というのはある殺人事件だったが奇妙なことには私は偶然のことから被害死体のそもそもの発見者だった。 残暑のいまだ激しかった9月の半ばごろそれでもさすがに立秋となると朝夕は冷えるもので私はちょっとした用事のために得意先に行くべく朝早くひやひやと肌にしむ風に襟をかき合わせながら月島の海岸通りを急ぎ足に歩いていた折から潮は上げ止まりと見えて岸にはひたひたとさざ波が打ちつけて 汚らしいゴミの類いが一面に浮かんでいたが見るともなしにふとそうしたゴミのひとかたまりが岸近くにブクブク浮かんでいるのに目を落とすとその下に黒いどろっとしたものが沈んでいたなんとなく気味悪く思いながらも目を離すことができないでいるうちにそのものはぷくりと浮かび上がったが私は「あっ」と声を上げた。 黒く見えたものはべっとりとした髪の毛でその下にはさらされて真っ白になった人形のような顔浴衣のはだけた下に乳もあらわに見える青白い皮膚ふわりと浮かんでいる水に膨れた太い二本の足疑うまでもない女の溺死体だった。私は、 大声ををげて通行人を呼んだ。やがて制服の巡査が駆けつけてきて妊婦に命じて死体を引き上げさせているところへ検死の一行がやってきた検死の結果年齢四十前後職業・仇の女房ではなく贅沢に座食するもの、例えば待合の女将・遊泳師匠などその他主樹のことが推定されたが これは間もなく被害者の身元が判明して実際のことが分かったから今は省くこととしてそのほかは死後78時間を経過していることと浴衣に人と帯を締め海中には別にこれというものを所持していないところを見ると湯上がりに散歩にでも出て海の中に落ち込んだものらしいことが分かったことを付け加えておく他殺とも自殺とも 過失死とも判明しなかったところでここに是非述べておかなければならないのは検士の一行のうちに奇妙な人物が一人混じっていたことであった彼は人並みより背は低いが赤黒い大きな顔でしかもその顔の半ば以上が巨大な先の曲がった鼻で占領されているというすこぶるいそうな男で。 ちょこんとミリタリター権を抱えているところは、なんとなく滑稽にも見えるのだったが彼は手塚龍太といってどうして油断のならない男だった私は偶然のことから彼にかかり合った二三の人を知っているが彼は法律を破る犯罪人というよりは法律をくぐる熟練な技術者ですぐれた計画的な頭と 超人的な推理と、気に臨んで変通自在に働く最中とであまり領民はいじめなかったが何か金になりそうな不正なことをちょっとでも嗅ぎ出したら最後相手の弱点に乗じてきっとものにするという恐ろしい人物だった当局の方でも無論彼に目をつけていたにはそういないが何分 彼のやり方がすこぶる巧妙なのでいかんともしがたかったらしく彼の方ではかえって弁護士という表看板の職業を振りかざして警視庁あたりへ出入りをしていたのだったもっとも彼の探偵手腕が時に警視庁の持て余した難事件の解決に役立ったというような事実もあったらしいで、で、そんなことで 私の発見した月島海岸の溺死体のことが諸葛警察署に報告された時に彼は偶然そこに居合わせて検死の一行についてきたものと思われる検死が終わるまで彼は熱心に女の死体を眺めながらぐるぐる目を動かしていたが築地の海岸から投げ込まれたんだね」と子も投げに誰に言うともなく言った え彼のそばに立っていた刑事らしいのがたちまち聞きとがめたどうしてそれが分かりますこの辺りの潮の具合は彼は相変わらず無表情な顔つきで答えた僕はかなりよく研究してあるがね築地の海岸のバツバツの辺りから投げ込むとこの頃の潮なら78時間でちょうどこの辺に打ち上げられるよ しかし、投げ込まれたかどうか。それは突き飛ばされたのかもしれんさ。とにかく、覚悟の自殺ではないね。こんな無造作ななりで、見れば腰巻きも古いようだし、帯の締め方もだらしがないし、覚悟の身投げではないよ。推定年齢や推定職業から言っても、自殺という柄ではない。かといって子供じゃなし。 築地の海岸から過失で落ちるわけもないだろうよってでもいれば格別だがねとにかくこの死体は解剖してみる必要があるよ係員の間には色い々ろいろ議論があったが結局他殺の疑いありということになって司法検視に伏せられることになった結果から言うと手塚の意見に従うことになったのである 歴史者の身元は2日ばかりたって判明した京橋区内の某町に長唄の師匠をしている滝川里という女があってかなり広い一軒建ての家に子女一人を相手にして住み周りには家作などを持って不自由なく暮らしているのだったが子女というのが一晩暇をもらって あくる日の夕方帰ってみると女主人の姿が見えないで夜になっても帰ってこないというので最寄りの交番へ届けてたのがもとでその子女や近所の者を呼び出して来死体を見せると孫う方なくその師匠だった警察では早速彼女の家を調べたが子女は帰ってきた時に師匠の姿が見えなかったのを ちょっと使いにでも出たと思って早くもそこいらを片付けにかかったため貴重な手がかりがだいぶん荒らされていたが小女の言葉と現場の有様とを総合してみると表口その他はすべて戸締まりがしてあって裏口だけ開いていた台所には禅の用意がしてあって盃が二つ添えてありちょっとしたつまみ物と酒の入った缶どっくりが準備してあった 風呂に水が組み込んであってコーンナの帰ってきた当時まだ生ぬるかったところを見ると彼女はコーンナの留守中湯を沸かしたらしいしかし入浴したか否やかは不明室内に格闘した形跡なくその他暴力を用いたと思われることは一つもなかった紛失したものは一品もないらしいなどで こんながいち早く片づけにかからなかったらもっと手がかりになることがあったにそういないがどうもしかたがないさて死んだ滝川さという女は表面は有藝師匠の看板を渡しているがその実弟子などは一人もなく小金のあるところから公理で処方へ貸し付けては無理な取り立てをし随分模擬道だったので近所の評判はすこぶるよくなかった。 その上彼女は四十二三になっていたが芸者上がりではあるし油切った色白のちょっと見ては三十五六くらいしか思えないみずみずしさでよほど浮気師らしく以前はとかく噂の絶えない女だったがこのごろは慎んでいたのかそれとも巧妙にわからぬようにしていたのかそう目に余るようなことはなかったらしい当也のことであるが 彼女が朝からんなに暇をやり、杯やかんどっくりまで用意していたところを見ると、何者かを待ち受けていたらしい。ことに、風呂まで立てていたところでは、湯上がりの化粧でもしているつもりだったらしいから、相手は上婦といったようなものであろう。しかし、家の様子では、その男は来なかったらしい。 で彼女は待ちきれなくなって表口その他をすっかり閉めて裏口からその男を迎えるべく出かけたのであろうその時間は彼女が溺死した時間と大した差のないものとして十時ないし11時と思われるしかし彼女が家を出てから歴史を遂げるまでの間のことは全然不明である 熟練な刑事は四方に飛んで探ったが少しも得るところがなかったところが歴史体の身元が判明してから23日の後に1人の刑事がふと近所の噂を耳に入れたというのは問題の当夜十0時前後に滝川方に1人の客があってしかも何事か激しく女主人と言い争っていたというのだった ここういういいいととは事件のの当時すぐ言ってくれるといいのだが、得てかかな言わぬ。そのくせ決して黙っているものではなくしゃべりたくてたまらず警察の知らないこうした事実を知っていると自慢らしく吹聴調するもので結局は警察の耳に入るのだがその間に貴重な時間がたって犯人を取り逃がしてしまうというような例がよくあるそうだ。 しかしこの場合は幸いにその男は逃げもせずわずかな手がかりから熱心に根気よく尋ね回った一人の刑事に捕まえられた彼はある荒物屋の主人で中野一蔵といったこうして彼は後に法廷の一立役を演じるようになったのである。 彼中野一三は自宅に訪ねてきた刑事の姿を見るとたちまち真っ青になって妻に向かって「ああとうとうやってきたダメだ,だ」と震えた声で言った警察に連れて行かれるとただわけもなくペコペコとお辞儀をして恐れいるのだった 私は日頃日本の小売商人が意味もなくペコペコする習慣を非常に飽き足らず思っているそういうふうにしなければ気の済まない客も悪いけれど罪は商人の方にある客をそらさないだけの愛想と相当の丁寧さは必要だがそれ以上に意味もなく腰を低くすることはないと思うところがこうした商人対顧客の関係が 人民対警官の間に行われるのは苦々しいともすると警官は訳もなく威張りいわゆる人民は意味もなくペコペコ頭を下げるこういう習慣はできるだけ早くやめなければならないが今言う通り顧客に対してペコペコする習慣をつけられたコアキンドが中野は非常に腰の低い男だった一足飛びに警官に対したので しかも地獄のように恐れている警察署に連れて行かれたものだから気が転倒してしまったに相違ないしかも彼に何か後ろ暗いことのあることは妻に漏らした一言で分かっているから係官は猛烈に追及したことであろうさて彼の陳述したところはこうであった彼は当時9時半ごろ かねて滝川から借りていた300円の金の返済期が迫ったが到底返せないのでその断りに滝川方へ出かけたのだった佐藤は誰か他の人を待っていたと見えて中野の顔を見ると意外という表情をしたが待っている人が来ないので気を腐らしていたためか中野がペコペコすればするほど尺に触ってきたらしく。額に青筋を立てて、 だだんだん言葉を荒くし果ては「たった今返却しろ」と怒鳴り出したのでさすがに温厚な中野もムッとして声高に言い争ったのだったで結局物別れになって中野は10時頃滝川の家を出たがしばらくすると滝川の家では表を閉めたらしかったがやがて裏口から浴衣がけで彼女が現れた。 どこかへ出かける様子なので、中野は好奇心を起こして彼女の後をつけていった。その時の彼女の足取りについて中野は、酒でもあおったんでしょうか。まるで酔っ払ったようによろよろしていました。と述べ、時間は何時頃だったかと聞かれて、十時半頃だと思います。と答え。 あたりに人はいなかったかという問いに対し気がつきがませんでした。と答えているさて中野は滝川里の後をつけていくと彼女は中野の言うところのふらふらした足取りで築地の海岸の方に歩いていったがやがて彼女は石垣の上をひょろひょろしながらつたい出したので中野は陰でヒヤヒヤしていると出し抜けに。 真っ黒な人影が飛び出してあっという間もなく彼女をドブンと海中に突き落とした中野は思わず一種異様な叫び声を上げたが急に自分の立場が恐ろしくなり後をも見ずに逃げ帰った係官はその時になぜ女を助けようとしなかったかと聞くと中野は 無が夢中でそんな気は起こりませんでしたと答えなお係官はお前はその時に女が死んでしまうことを願ったのではないかと畳みかけると中野はそうかもしれませんと答えた以上で中野の第1回の陳述は終わりであるが 読者諸君もお気づきの通り彼の陳述のうちには致命的な時間のギャップがあるすなわち彼は明らかに10時ごろ滝川の家を出て10時半ごろに彼女の後ろをつけたと言っているまた彼はしばらくすると表口を閉めたらしくなどと述べて彼が出た時と 彼女の出てきた時の間に相当時間の経過のあったことを辞任しているがこの間の彼の行動についてはどんなに聞かれても口をつぐんで答えなかった彼はとうとう余震亭までこの間の行動を隠し通したが余震亭で陳述した時は時期すでに遅い感があって何にしてもこの一時は彼にとって最も不利だった 係官の方では彼の態度にすこぶる曖昧なところがある上に滝川の家を出てから30分余りの間の行動はひし隠して言わないしまた彼の陳述そのものにも種々不審な点があり例えば取り調べの結果佐藤は酒を飲んだような形跡もないのに酔っ払ったような足取りだと言いいまた 不意に黒い影が飛び出して彼女を海に突き落としたということも、その黒い影の人物が現れてこない限り、それが中野自身でないという証明にはならない。彼はすでに彼女を追跡したことは認めているのだし、彼女の死を願うわけも十分あり、消極的ではあるがそうした心境を認めているから、県議はいよいよ深くならざるを得ない。 第2回第3回の取り調べにも彼は追及されるたびに苦し紛れにいろいろ曖昧なことを述べしかも前に言った30分間の行動は絶対に白状しない結局第1回の陳述に帰着するのだったが4回目の聴取書に彼は明らかに「恐れ入りました私が佐藤を 海にに突き入れたに相違ありません」と自白して母音を押している後に彼は余震艇でこの自白を覆しあくまで黒い影の人物が突き飛ばしたのだと述べ警察では拷問されたため苦痛に耐えないで偽りの自白をしたと言ったが警察側は無論拷問の事実を否認するし余震でもついに有罪と決したのだった。 予心邸では前に述べたとおり警察に検挙されて以来ひし隠していた例の滝川の家を出てから里の後をつけるまでの間の30分間の彼の行動を初めて自白した彼の自白によると彼は里と口論したがなんと言っても金を借りた弱みがあるので散々に罵倒されたため外に出てからもしばらくは立ち去らず 悔し紛れにもう一度怒鳴り込もうかと思っていると里がガラガラと表の音を閉めに来たのではっと驚いて飛びのいたがやがて裏口の方でコトコトという音がしたのでふと裏口に回ってみる気になった裏口に回ってみると湯殿に当たるところでザーという音がしたので彼は好奇心を起こして ちょうどそこに開いていた節穴に目を当てると湯殿の戸を開け放しにして入浴している彼女の姿がすぐ目の前に見えた前にも言った通り彼女は四十を越した体でありながら荒園なあぶぎった肉体の持ち主だったので今目の前に惜しげもなくさらけ出している彼女のあくまで白いふくよかな太り獅子に中野は すっかり見とれてしまっったたのだったとこういうのだったがこの陳述は中野に何の利益をももたらさなかったというのはなるほどこうしたことは恥ずべき行為で彼が今まで隠していたことは無理のない点もあるがそれも場合によることでいやしくも人殺しの罪に問われてそのことを隠したために非常に不利に陥っているのであるから それをを押し切ってまでで隠すというのは程度を超えた話である。なおまた彼の陳述が本当だとすると彼が飽くこともなく彼女の入浴の姿を眺めて彼女が裸のまま湯殿の戸を閉めたのでやむなく節穴から目を離した際なぜまだそこに佇たずんでいたかその時に彼の頭の中にどんなことが浮かんだか そうしてぼんやりたたずんでいるときに浴衣姿の彼女が裏口から現れて表の方へ歩いていくのでそのあとを追ったというが彼はそのときにどういうことを考えていたか疑えば彼が忌まわしい妄想を抱いて彼女の後をつけ彼女が寂しい海岸通りに出たのを幸いに後ろから飛びかかり格闘の末かないし 彼女が逃げ場を失って海に墜落したのかもしれない彼が警察に挙げられた当時素直にこのことを白状してしまったのなら格別今となってはかえって逆のことを考えられて不利の上塗りをしたような形になってしまったかくて彼は余震で有罪の決定を与えられていよいよ後半に回されることになった ここでちょっと考えてみると最初警察署で彼を犯人と決め込んで彼の陳述に信を置かず彼の言うところの黒い人影について一応調査してみる親切を持たなかったのは遺憾であるしかし警察側に言わせれば彼が立派に「恐れ入りました」「突き入れたのは私です」と自白したのだからいわば「黒影うんぬん」ということは ったく彼の作りとということになったわけでもはやその人影について警察が孤料を払わなくなったのも無理はない彼はなぜ「恐れ入りました」と言って犯行を認めたのかまた一旦自白したことを後になぜ覆したのか彼はこれを警察の拷問に期しているけれども盛大の今日警察が拷問ということは信ぜられないし よしやったにせよいかに苦痛とは言いながら身に覚えのないことを白状するなどとはもってのほかであると思う4さていよいよ後半の日は来た忘れもしない秋晴れの好天気で無数の赤とんぼが不思議なくらいどれもこれも一対になってスイスイと地面近く飛んでいた 私は初めて選ばれた陪審員でありかつ被害死体の最初の発見者という因縁もありやや興奮して家を出たのをよく覚えている法廷はかなり広かったが一旦自白した殺人罪を予申廷以後否認し続けているという怪事件なので一般の興味を引いたらしく傍聴席は満員の盛況だった法廷の有様はくだくだしく述べないが 例のごとく一段高いところに裁判長を中央に法官がいかめしく居並びその後方に15人の陪審員が並び一段低いところに検事が呆然と構えていた被告が現れると傍聴席はガヤガヤと叫び出して定々に制せ,せられていたがその大勢の傍聴者のうちにまさに甲一転という美人が一人混じっていた 最も他にも女の傍聴者はないこともなかったのであろうがその女は傍聴席のほとんど中央の誰からも注目されるところに席を構えていたしその上色の白い太り獅子の豊胸豊ょな二十四五の美人だったのでひときわ人目を引いたのだった私も陪審員席に着くとすぐ気がついたが他の陪審員中には彼女を見知っていた人があったと見えて こここそこそささやきかわすのが聞こえたあの女が滝川里の姪とかいう女ですぜそうですかあれがつまり里の財産を継ぐわけなんですねええ姪だと言うんですが血筋は争われませんな浮気っぽい目つきをしているじゃありませんかあれであの財産を継ぐと先代同様また男を手玉に取るんでしょうな そうでしょうてですがあの女にはもうれっきとしたのがついているとかいう噂ですよそのうちに海底の宣告があってささやきの声もやんだが私は裁判の進行中ちょいちょいその女の方に気を取られていたこの女が後にこの法廷の喜悲劇中に立尾山を演じようなどとは夢にも知らなかったがなんとなく気になったのは あながち彼女が美人であったためばかりではないと思われる裁判は型通り被告の住所年齢等の尋問に始まって裁判長は書記に予診決定書を読み上げさせてその事実の有無を被告に尋ねたところ被告は憤然として事実に相違ありと言って滝川さとなる女を尾行したことは認めるが海に投じたのは断じて彼でないと 低い声ではあったが、割合にに明瞭に述べた。それから裁判長は一問一答を重ねたが大体いい今まで読者諸君の知られた事実を繰り返したにすぎず要するに本事件は前後の状況よりして佐藤を海に投じたのを被告の処理とみなすか否かにあるので真理は簡単に終結して検事の論告となった。検事は立ち上がって、 被告を冷ややかに見ながら被告が非常に卑屈な性格であること答弁をあいまいにして事実をごまかそうとする傾向にあるのを指摘して被害者の家を出て被害者を尾行するに至るまでの30分間の行動を非して言わなかったことおよびようやく自白したその行動のいかに彼の人格を語るかということを通論し転じて 犯罪事実に及んで被告が被害者に多額の金を借りていて返済の見込みのなかったこと及び当や被害者と葬論をして憤慢やまなかったことから殺意を生じて被害者を追跡してこれを海に投じたることは疑う余地がないしかし上状酌量の余地がないでもないから彼にして 真に事故の非を悟って潔く反抗を認め「開墾の上著しき者あらば寛大の処置を取られたい」と結んで着席した次にスックと被告の弁護人が立ち上がったこの弁護人の熱弁は実にこの時の法廷に起こった劇的シーンに一段の交際を添えるものだった彼は 彫像といって見たところは痩せた神経質らしい苦み走った講談師であるが音と朗々たる操縦の弁であの痩せた体からどうしてあれだけの音声がほとばしり出るのであろうと思われるほどことに被告に対して新人な情を持っているらしく無罪たらしめなければやまずという熱と息と思って口をついて出る一言一句な、 人の配布を突くのがいがあった私も無論彼の熱弁に動かされた一人だったが私の隣に座を占めていた陪審員の一人のタニー博士などはすっかり傾聴してしまった要所要所では大きくうなずき時々夢中で額の汗を拭きながら感に耐えないという風だった他人博士というのは。 私の近所に住んでいる某大学の文科の教授で若い時は元気に任せて報道もしたことがあるそうだが今は温厚金言人格者として仰がれている人であるさて倉川弁護士は一冊の古めかしい本を手にしてスッと立ち上がった彼はまず英国の古い戒めに10人の罪人を逸するとも 一人の婿を罰するなかれという禁言があると前置きして本件のごとく徹頭徹尾状況証拠で埋まり一つの直接証拠のない事件は未だ聞かざるところでいかに数十数百の状況証拠あるもそれはただ疑いたるにとどまり業も罪を決するに足らないしかも被告はことごとく犯行を否認しているではないか。 何人か、彼が被害者を海中に突き落とすところを目撃したもののない限り単なる憶測をもって被告の否認をどうして覆すことができるか核のごとき薄弱極まる状況証拠をもって罪が決定せられるようなことがあらば実に盛大の一大痛恨事であると真に一句ごとに熱類がほとばしり伝んばかりに述べて 右手に持っていた古い本を振り上げて裁判長並びに陪審員諸君がもしこの状況証拠ご判録を熟読せられるならばいかに状況証拠による裁判が危険が多いかということにつき立然として肌に泡を生ぜしめないわけにはいかぬであろう。向こうを罰するの罪は 10人の真犯人を逸する罪に比べてなお重しとしなければならぬ。こう疑いは疑いとしておけ今日彼がもし証拠不十分のゆえをもって釈放されてももし彼にして真に犯したりとせばいつの日にか発覚せずにはおかぬ釈放後有力なる直接証拠が発見せられれば 再び起訴することを今日の刑事訴訟法は妨げてはいない罪の疑わしきは罰せずと王孔専制政治の行われた時代にすら言ってあるではないか判官ならびに陪審員諸君願わくばかかる薄弱極まる状況証拠をもって罪を決するなからんことを なお検事は被告の人格をうんぬんしたが被告は決して検事の言うごとき卑劣感ではないむしろ昇進怨霊な正直な人間であると述べ終わって彼は静かに着席した倉川弁護士の弁論中は万丈を死因として責能と一つ聞こえなかった誰一人艦に打たれないものはなかったと思われる中にも 一番打たれたのは隣席の他人博士だったことは申すまでもない彼は弁論が終わった後でもまだ額の汗を拭きながら考え無料という風だったしかしこうした異常な興奮のうちにも平然としている者が一人あったそれは例の手塚隆太で言い忘れたが彼は初めから傍聴席の一隅に席を占めていたが倉川弁護士の熱弁も 彼には少ししも通じないらしく、平気な顔をしながらこそこそと脇を向いたり両手で洋服のヨレヨレになった襟やネクタイを触ってみたり腹立たしいような武作法さだったそれからもう一人意外と言おうか凶害したと言おうか私の最も不可解だったことは例の傍聴席の中央に陣取った美人であるが 倉川弁護士の弁論が終わって傍聴者は手塚をのぞくほか全て艦に打たれて酔ったようになっている最中に彼女はにやりと笑みを漏らしたのである私は前にも言った通りこの女には度々視線を送っていたので弁論が済むと誰よりもこの女がどんなに感じているかと思って真っ先に視線を送ったがちょうど彼女がにやりと 意味のわかららない笑みを漏らしたただった彼女は私のかなり遠く離れている陪審隕石から視線を感じたと見えて急にその微笑を隠そうとしたがそうして事実ほとんど瞬間的に微笑は消えたけれども私は見逃しはしなかった彼女の笑みを見た瞬間私は全く当惑した誰だって あの感情の最高潮に達した時において笑いを予期するものがあろうか女性はついに謎であると実際私はそんなことを考えた5弁論が終結すると裁判長は立ち上がった売信員一同に、 一条の訓示と注意を与えた彼は陪審員がよく冷静に事実を見て一時的の感情にとらわれないで被告に犯罪事実ありや否やを決定せんことを望むと述べた陪審員はどやどやと立って別室に入ったが人間というものは妙なものでそれに初めて他人を裁くといった位置に据えられて素人の悲しさ 手も足も足出ないためだろうが、検事の論告を聞いた時には被告の犯罪は疑う余地がないと思ったが弁護士の弁論を聞くと証拠がまことに薄弱なように思って無論無罪だと思われ今裁判長から冷静に判断して感情に流行ってはいけないと釘を一本刺されるとどうも弁護士の弁論は徹頭徹尾感情論でうっかり乗れないような気もする という塩梅だったさて陪審員の間には定めし議論百出することと思いのほかほとんど誰も被告の罪を疑わないようだった私が傍聴者はじめ一同が倉川弁護士の熱弁に感動したと思ったのは私自身が感動したために他の人も無論そうだと推量したに過ぎないらしく陪審員たちは別室に入ると盛んにささやきを始めたが 「あれは商売ですからね」とか「さすがに商売だけあってうまいものだ」とかいう言葉で簡単に弁護士の弁論を葬ってしまったものが多く「官村民币の風習がいまだ根強く人々の頭を支配しているためかそれとも何か他に訳があるのか検事の論告を支持する人の多いのには驚いたそして陪審員たちのなれないためでもあろうか 行儀が悪く扇子をはたはたとひらめかしたり今言う通り盛んに死後を交わしたり中には長い弁論を聞き飽きたためかあくびをしたりするものがあって陪審長を選ぶのさえなかなかはかどらなかったのにはいささか呆れた陪審長ははじめ一同の推薦で「谷井博士」を押したが博士は誇示して受けなかったのでその理由は後で分かった。 退役陸軍大佐某氏が陪審長になることとなったこの会議で私はまた異常なショックを感じたというのは誰もあまり意見を吐くものもなく会議はわけなく終わろうとする形勢にあったがこの時谷井博士は非常に緊張した恩落ちで突如として立ち上がって突々の弁を持って被告の弁護を始めたのであるが そのとつとつの弁がたまたま博士の風貌と人格とによく適合して倉川弁護士の雄弁に勝る厳粛さをもってひしひしごじんの胸に迫り思わず襟をたださしめる害があったのである私は博士のこのとつとつの雄弁は一つに倉川弁護士の弁論に刺激された博士の正義感のほとばしりであると思った 博士のこの被告擁護論を試みんとするのは前からの計画であったのでそのために売審庁を辞退したのだと思われた博士は「卑しくも一人の人間の運命を決する重大事でありこのことに預かる我々の責任も大である」と解き起こして順々として涙を流さんばかりに「婿の人間を罰することの許すべからざる罪悪であることを述べ 迫弱なる状況証拠によって軽々に処断すべきではないということを力説したすでに言ったとおり博士の態度の真剣とあふれる,るばかりの熱意は傾聴すべきものがあったが何分論士が倉川弁護士の述べたところと同一で陪審員の多くはもはや聞きくたびれていたのでいかほどの効果があったか疑問だった採決の結果は陪審長を除き 被告に犯罪行為ありとするもの10なしとするもの4で結局大多数をもって被告の犯行を認めたのだった採決の結果が判明すると谷井博士の落胆ぶりは気の毒なほどだった彼は椅子にどっかと腰を下ろし両手で顔を埋めながら「ああ」と同国せばかりに悲嘆に暮れていた陪審員は またたぞろ。ぞろと法廷にに出て元の席着いた裁判長の改定の宣告とともに陪審長は自席に立ち上がって会議の結果多数をもって被告の犯罪事実を認めましたと異議を正して満場に報告したがその報告の終わるか終わらぬにここに当日の皮切りたる劇的シーンの第1話が突如として 幕を切って落とされた。毎身長が「被告の犯罪事実を認め」まで言ってまだ「真下」を口に出すか出さない時に突如として一種悲壮な叫び声が起こったま待ってくれ女を殺したのはわしだ。 この時の満帝の驚きは必死に尽くすところではない一斉にさっと声のする方を見たがなんとそこにはタニー博士が真っ青な顔をして猛然と陪審隕石に突っ立っていた私はタニー博士は気が狂ったのだと思った哀れな被告を救いたいばかりに場所柄を忘れ事故を忘れて 半ば無意識にこんなことを叫んだのだと思ったみんなの考えもそうだったのであろう冷静なるべき裁判長さえ我を忘れてとんでもない何を言いますかと冷静一番叱咤したくらいだったしかし谷井博士は屈しなかった彼は静かに陪審隕石を下がったそして あまりの意外な出来事にぼ然として突っ立っている人々の間を無人の卿を幾がごとく歩んで彼は被告席に降りたそうして裁判長を仰ぎ見ながら「裁判長閣下谷井の申したことに偽りはありません谷井帝介こそ」 滝川佐藤を海中に突き落とした真犯人であります。谷井博士の音声といい態度といい、どこにも一辺の狂気したような跡はなかった。傍聴者はこの時に初めて酔いから覚めたようにわあというどよめきを作った。倉川弁護士はわが言いをえたりというふうに落ち着いてはいたが。 それでも気の毒そうに谷井博士を見つめていた傍聴席の女はと見るとさすがに彼女はこうした劇的場面にいささか興奮の色を見せながら浮き腰になって谷井博士の顔を覗き込むようにしていた被告の中野はただそわそわとしていた傍聴席のどよめきの静まるのを待って裁判長は 形を改めて谷井博士を尋問する旨宣告をしたここで谷井博士が「何事も思い諦めた」という風で男らしく白状したところによると彼は20年ほど以前に当時まだ被害者佐都が左妻を取って新橋に芸者として現れていた時に馴染みを重ねて一時は同棲さえした仲だったが後に博士は 断然彼女と縁を切って身持ちを固め禁厳な生活に入って今日の成功をしたのであるが最近に至って女の方からちょいちょい誘惑を試みるようになり博士がいい加減にあしらっていると果ては世間に昔の博士の放らな身持ちを吹聴すると言って脅かすのだった博士は逃れられるだけは逃れていたが反抗のあった当や どうしても彼女を訪ねなければならぬはめとなったすなわち博士の自白によると塔や酒まで用意して彼女が待ち受けていたのは他ならぬ他人博士だったのである博士は彼女の招きに応じようか応じまいかと終日反問をしていたが約束の時間をはるかに過ぎた夜10時半ごろ もし訪問しなかった際の彼女の復讐を思うとじっとしてはいられなくなって不本意ながらも彼女の家に近づいたがちょうどふらふらと前の方を歩んでいく彼女の姿を見たので怪しみながら後をつけていくと築地の海岸に出てしかも岸にすれすれに危うい足取りで歩んでいくのでここにふと殺意を生じて突然飛び出して。 彼女を海中に突き落としたのだったその時女の叫び声以外に「あっ」という叫び声を聞いたので他に見ているものがあったかと驚いて一目散に逃げ出したのだったその叫んだ人間は中野であったことは申すまでもない「今まで隠しておりましたのは申し訳ありません」実は、 あの女のような悪い人間は、殺した方が社会のためなどと、自分の見下げ果てた行為に、幾分弁解の道を求め、もし今の被告が無罪になれば、そのまま知らぬ顔をしていようなどと、卑怯な考えを持っていたのは、残機の至りです。私が陪審員の一人に選ばれたのも、 きっと天のおぼしめしにそう言いありません。私は自白してせいいたしました。もっと早く自白すればよかったと存じます。谷井博士の自白には一点疑う余地がないようだった。裁判長はなお滝川里の芸名。同棲当時の状況などを詳しく聞いたが、 博士はよどみなくすらすらと述べたこの時に検事は裁判長と呼びながら立ち上がって「谷井帝介は谷川佐藤を殺害の目的をもって海中に突き入れ溺死せしめたること明らかなるにより刑事訴訟法第罰条により本館は控訴を提起します」と言った私は ちょっと皮肉な心持ちになって検事の顔を見た今が今まで被告中野を真犯人として処罰を求めていた彼が手のひらを返すようにしかも前の過失については一言の断りもなく他人を起訴した彼の勇敢な態度について異様な感を抱かざるを得なかったのである裁判長は無論控訴を受理しようとしたそして改めて審理をし直そうと 陪審判事に同意を求めようとして振り向いた瞬間に「裁判長!」というドラ声が響き渡って傍聴席にすっくと立ったものがあったああそれは今日の最高立て役者手塚竜太だった6 後半帝は再び劇的シーンを展開した。私は今日の法廷に手塚龍太が最高位の立役を演じるとは夢にも予期していなかった彼はあたかもしばらくの場面において揚げ幕の向こうからしばらくと呼びながらしずしずと3本の大立ちに意義を正して現れて波いる俳優を平雁する主役のように 裁判長と太鼓して立った彼の呼んだ「裁判長」という声は今でも耳に残っている「裁判長本事件にはまだ隠された事実があります」「私は故あってそのことを知っておりますが願わくば裁判長の許可を得て本邸でそれを述べたいのであります」傍聴席は再びわーっと湧き返った。 そのけん騒の間に裁判長は陪審判事と耳打ちをしていたがやがて厳然としてをのとして発言を許可する、と宣言した龍太は傍聴席から証人席に法を運んで型どおり宣誓して住所・生命・職業等を名乗ったあとに 次のような陳述を始めた。本事件には未だ審理されていない一部分がありますすなわち被害者が当日趣向を用意して待ち受けていたものはただいま他人帽子であることは判明いたしましたが被害者がそもそもいかなる理由があって深夜外出したかしかも何故に人通りのなき海岸を選んだかまた 何故に彼女が酔っているような足取りだったかということにつきましては何の考察も払われておりませんあたかもかの警察当局者が被告仲間の陳述した黒木人影について何ら孤料払わなかった事実と同様いささか片手落ちかと存じますさて彼女の外出の理由でありますがこれは無論 谷井帽子を迎えるためとは思われません谷医氏は彼女と海岸で会うべく何の約束もしたることはなくかつ彼女の家に向かった時に彼女が彼と反対の方向に向かっていった事実によるも彼女が谷医氏を迎える意思でなかったことは明らかでありますしからば彼女はいかなる目的で外出したかと申しますと その前に私は彼女が入浴を試みた理由を考察してみたいと存じます彼女は谷石の来るのを待ちくたびれていた形跡は十分ありますが彼女が入浴するに先立ち表口を閉めた点より見るに彼女は明らかに谷石の来訪を諦めたと信ぜられますすなわち彼女の入浴は け被告中野の不意の来訪によって一時妨げられてその後いつ谷石が来るか分からぬため伸び伸びになったのがいよいよ谷石が来ないことが明白になったために表口を閉めて入浴にかかったのですなわち彼女は外出するために入浴したのではなく寝るためであったことは疑う余地はありませんなんとならば もしかかる深夜に外出の用事ができたとすれば、入浴などは捨ておいて出かけるべきであります。もしまた彼女が、情不当に会うために、美しく見せかけるべく入浴して出かけたものとすると、彼女は外出着を着け、もっと小さっぱりとしていたはずで、洗いざらしの浴衣を無造作に引っ掛けて出るはずはないと信じます。 ただいままで申し上げたことはすべて一つの想像にすぎませんがここに動かすべからざる事実がここに持っております被害者の死体の写真によって示されるものであります私は被害者の死体発見当時より解剖に至るまでゆえあって死体のそばについておりましたがその時に私が撮影いたしましたもので裁判長のご考覧に供するものであります 竜太はここでちょっと言葉を切って一葉の写真を取り出して裁判長の手元まで差し出した私はこの時にふと例の傍聴席の女を見たが彼女は先に倉川弁護士の弁論の際にはにやりと笑ってそのずうずしい態度に私を少なからず驚かしたのに反して今度はひどくそわそわとして落ち着きを失って気づかわしそうに リュータと裁判長の顔とを見比べていた倉川弁護士はと見ると不意に飛び出た商売がたきの顔をさもいまいましそうににらみつけているのだったさて竜太は言葉を続けたその写真に明らかでありますとおり被害者の着物の着こなしはなんとなく不格好でありますしかしそれは 78時間も水に浸かっていたためとも言えないことはありませんが彼女の腰巻きの締め方によく目を留めていただきたい明らかに左前ではありませんか彼女がいかに取り急いだとしても下締めを左前にするとはどうしても信じられないことであります従って下締めいいては着物そのものも したもの太は,いいは最後のひと言に力を込めると顔を傍聴席の方に向けて例の美しいのし女はさっきから様子が変になって顔色がだんだん青ざまできたが竜太の人にらみに顔を伏せて体をプルプル震わせたようであった。 被害者が湯から上がって他人の手によって着物を着せてもらったとは機械至極ではありませんか竜太は再び裁判長の顔を仰ぎながらしゃべり始めたいや、機械ではありません申すまでもなく彼女はその時に自分の着物の着られない状態すなわちおそらく 死んで竜太の,のこの大胆な方言で傍聴席は無論反岸の席まで何となく色めき渡ったその形勢を察したか竜太は口早に話し続けた「意外、いすこぶるいがなることでありますが今しばらくご成長をわざわしたい」「しからば?」 すでに死んだはずの彼女が間もなく外出したのはなぜかこれは申すまでもなく替え玉である何人がその替え玉に扮したかは第二として滝川里に扮した女がよろよろと海岸に出かけたのは無論尾行者のあるのを知ってのことで彼女はあたかも酒に酔っているように見せかけて海岸に行きそこで 下室のようにしてわざとのしすすなわち一方では佐藤を殺してこれを海に投じ一方では佐藤に変装した女が海に落ちてみせるそうしておけば多日佐藤の溺死体が浮き上がった時に尾行した目撃者によって過失で墜落したのであることを証言するでありましょう。 それによって加害者は巧みに罪を逃れることができますこの計画は最初から仕組まれたものではなくて被害者を殺して単に海に投げ込むつもりだったのがたまたま現場で湯殿を覗いていたものがあったので思いついて仕組んだ狂言でありましょうところがそれが図らずも手違いになったのは意外にも第三者が現れて かえ玉とも知らずに彼女を海へ突き落としたことです。もっとも彼女は突き飛ばされなくても自ら飛び込むつもりだったのですから、無論、苦もなく岸に泳ぎ着いたのです。未だ残暑の相当厳しい時ですから、こうしたことも企めたわけで、幻冬の子でしたら、おそらく実行に躊躇したことでしょう。さて、犯人は 犯人はおそらく被害者の死によって利益を受ける一人の女性とその上婦でありましょうすなわち上婦は被害者を殺害し裸体の彼女に着物を着せこれを担ぎ出して海に投じ女の方は彼女の替え玉になったのでありますこの時に突如として甲高い声が傍聴席から響いた。 人々は驚いてその方を見たがそこには例の傍聴席の女が顔色を土のように青くして遅れ毛をパラリと垂らしながらひどく顔を歪めて突っ立っていたこの一瞬間こそこの劇的裁判の最高潮に達した時であろう嘘ですその人の言うことは嘘です私は決して 私は決して。彼女はヒステリカルに叫んだがそのままぱったり倒れた満場は死因として彼女の叫び声の語尾が物悲しく隅々までも響いてやがて消えてしまったと突然怒りに狂った声が響いたそのの言葉の主は。 思いがけなく倉川弁護士だった。彼は体をブルブル震わせて立腹のあまり言葉がよく出ないというふうにけけしからんなんという無茶な憶測だその他人何とかいう博士を救うためにそんな無法なことを言い出したのだろうそんなことは決して取り上げられない断じて信ずることはできん想像だどこに直接証拠があるか 第一、被害主体は犯然と敵死と認められているではないか。それをいかなる手段で殺したというのだ。他の死因と敵死との区別のできないほど、現代の法医学は余地ではないはずだ。学問に対する冒お及び神聖なる法廷を汚すものだ、けしからん。取るに足らぬ憶測を独特と,と並べて犯罪事実を覆わんとするのは無法である。 他人博士の罪状は疑う余地がない次第に興奮してきた倉川弁護士はしまいに拳を振り回しながら手塚龍太に肉薄してきたそれで君の言うことはしまいか龍太は憎らしいほど平然として言った殺害したお方法が聞きたくば教えてやろう滝川里が入浴を終わって 開けてあった湯殿の戸を閉めたところを見澄まして突如後ろから飛びついて浴槽の中に彼女の首を突っ込んで窒息させたのさそうして海に放り込めば水を飲んでいるから歴史と認定されると鷹をくくっているのだろうがおい倉川君科学は君の言う通り発達しているからね胃から出た水が 塚海水化くらいはあえて含有塩類の分析をしなくても比重からでもわかるんだぜフッハハハハ風呂の水を冷まして海に放り込んだ謎と君にしてはひどいヘマをやったもんだな龍太のあざ笑う声が消えないうちに倉川は野獣のような叫び声を上げて龍太めがけて突進した。 が彼は難なんらく小男の竜太に身動きのできないように抑えられてしまったこうして劇的波乱に満ち満ちたどう決着がつくかわからなかった怪事件は片付いた私は冒頭にも述べたとおりこんな劇的な裁判は強行ありえないかと思っている倉川と彼の上司すなわち傍聴席の女は そその後れれれぞれが処分されたがただ一つキーに思われることは彼手塚龍太の法廷であれだけの活躍をした目的で彼は表面的にどんな正義に味方をするように振る舞っていても裏面ではきっと少なからぬ実利を占めている男であるからあの事件から果たしてどういう利益を得たかという点が甚ははだ疑問だった。 で私はその後機会があったので恐る恐る彼に聞いてみたすると彼は大口を開いてカラカラと笑ったいくら手づかりうたって1から10まで悪いことばかりはしないさあの時はあれだけのことでミスミス倉川を見逃しておけなかったからちょっとやっつけたまねで,で利益といったら 裁判官の心証をよくしたくらいのものかな、もっともこのことは、後に案外な利益をもたらすかもしれないがね。と、ことも投げに答えたが、実はまだ私は疑っている。